皆さん、こんにちは。日本水泳界のエースとして長年にわたって活躍してきた元競泳選手で金メダリストの北島康介さん、妻の千紗さんの噂や現役引退後の生活について見ていきたいと思います。北島康介さんは1982年9月22日生まれ、東京都の出身です。5歳から東京スイミングセンター、東京 SC で水泳を始め、中学2年生の時に東京 SC のコーチ平井紀正さんに才能を見出されました。2000年、高校3年生でシドニー五輪に初出場し4位に入賞するという記録を収めました。2004年、アテネ五輪では 100m 200m 平泳ぎで金メダルを獲得しました。オリンピック2大会連続2種目制覇したのは日本人史上初のことでした。レース後のインタビューで北島康介さんは超気持ちいいという名言を残し、現在でもオリンピックを振り返るテレビ番組などではこの名言が使用されています。2008年、北京五輪でも両種目で金メダルを獲得し、日本人初となる2種目2連覇を達成しました。この北京五輪で北島康介さんは男子 100m 平泳ぎで人類史上初となる59秒の壁を破る58秒91の世界新記録で金メダルを獲得します。また競技活動の傍ら、水泳の普及活動も積極的に行っています。また個人メドレーで日本記録を保持していたこともあります。北島康介さんは2012年のロンドンオリンピックの代表にも選ばれます。北島康介さんは4大会連続のオリンピック出場を決めましたが、これは日本競泳史上初の快挙だったのだそうです。北島康介さんはこの大会で男子 100m 平泳ぎで5位入賞、男子 200m 平泳ぎで4位入賞という結果を残しました。また男子 400m メドレーリレーでは銀メダルを獲得しました。北島康介さんはこの銀メダル獲得によって日本競泳史上初のオリンピック3大会連続メダル獲得を達成しました。その後2012年12月31日ガールネクストドアの千紗さんとの婚約を発表しました。翌年9月22日に婚姻届を提出しました。ちなみにこの日は北島康介さんの31回目の誕生日でもあります。2014年6月27日東京都水泳協会理事に就任し、2016年4月8日日本選手権兼リオデジャネイロオリンピック代表選手選考会の男子 200m 決勝で5位となり、5大会連続の五輪出場を逃したことを受けて、自分は引いてこの後世界で戦う選手を応援したい、悔いはないと語り現役引退を表明しました。そして2018年6月22日東京都水泳協会副会長に就任し、その後2020年には東京都水泳協会会長に就任しました。北島康介さんは2013年9月22日にガールネクストドアのボーカル前川千紗さんと結婚しました。千紗さんは結婚後もしばらく音楽活動を続けていましたが、2013年11月に妊娠4ヶ月であることを発表し、同年12月のライブを最後に芸能界を引退し、2014年5月9日第一子である女児を出産しています。引退後の北島康介さんはビジネスを精力的に行っているとのことです。では現在どんなことをしているのでしょうか。北島康介さんは2009年6月に株式会社インプリントを設立しています。そして元水泳選手としての経験を生かし様々なビジネスを行っているとのことで、ビジネスマンとして6つの顔があることが分かりました。まずアスリートのマネジメントという肩書きがあります。リオオリンピックで金メダルを獲得した水泳の萩野公介さんや元柔道オリンピック選手の野村忠宏さんなどが所属しており、彼らのマネジメント業務を行っています。次にスイミングクラブ流水プールの運営を行っています。スイミングクラブ北島アクアティクスやプライベートレッスンが受けられる流水プールアクアラボを運営しています。ヘルスケアアプリフィンク内で北島康介さんのトレーニング動画などを提供しています。次にトレーニング用品の輸入販売を行っています。パフォームベタージャパン代表としてトレーニング用品の輸入販売や
トレーナー向けのトレーニングセミナーなどを展開しています。次に水着デザインのアドバイザーを担っています。 K アリーナ by コウスケ北島アリーナという自身の水着ブランドを展開し、デザインを企画提案しています。次に東京都水泳協会理事という役職です。自身の名前を冠にした大会コウスケ北島カップを開催し、スポンサーを募って優秀な成績を残した選手に賞金を出すなど、水泳界の盛り上げ役として企画運営を担っています。まさに北島康介さんだからこそのビジネスと言えます。現役を引退された現在の方がとても多忙のようです。これからはビジネスマンとしてもすごい偉業を達成してくれるのではないでしょうか。北島康介さんと押尾学さんの関係について見ていきましょう。まず北島康介さんとの関係が話題になっている押尾学さんのプロフィールを簡単に見ていきましょう。押尾学さんは1978年5月6日生まれで、東京都の出身です。1990年代後半から俳優として活動していました。押尾学さんは2009年に発生したいわゆる押尾学事件によって逮捕されました。北島康介さんと押尾学さんの関係について調べてみると、前述の押尾学さんの事件に関わっているという情報があるようです。2009年に発生した押尾学事件というのは、元ホステスの田中香織さんが死亡した事件です。この当時押尾学さんは俳優の矢田亜希子さんと結婚しており、二人の間には子供も誕生していました。しかし六本木ヒルズの高層マンションの一室で田中香織さんと性行為に及ぼうとし、共に合成麻薬 MDMA を服用したとされています。しばらくして田中香織さんは苦しみ出しましたが、押尾学さんは救急車を呼ぶなどのことをせずに現場から逃走し、田中香織さんを死なせてしまいました。その後現場に戻った押尾学さんは麻薬取締法違反と保護責任者遺棄致死罪の容疑で逮捕されます。北島康介さんが押尾学事件にどのように関わっているのかを調べてみたところ、押尾学事件に関わったとされる複数の人物の名前の中に北島康介さんの名前もあったのだとされています。北島康介さんは事件のあったマンションの部屋に出入りしていたことが監視カメラの解析で分かったのだそうです。しかしこのことは詳細には報じられず、その後は全く公には話題にならなくなりました。ただネット上では北島康介さんが押尾学事件に関係しているという噂が現在も流れています。ただこの事件は様々な噂が流れていたにもかかわらず不可解な決着をしています。犯人として逮捕された押尾学さんも事件には複数の人物が関わっていると証言しているとのことですが、そこに北島康介さんが関わっていたのかどうかについては現在も謎となっています。このように真偽不明な噂話があたかも真実のように語られています。しかし一流のアスリートは何かを極める力を持っていて、北島康介さんの場合も水泳はもちろん引退した現在はビジネスでそれを生かしているようです。やはり多くの記録を達成してきた北島康介さんだからこそ、自分が決めた道を突き進む力が備わっているようで、これからも目標高く挑戦を続けていくことでしょう。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただきましたら、チャンネル登録高評価をお願いいたします。